やっぱりお姉さんには伝えとくべきだと思って。そんでできたら会いに。お姉さんが嫌ならせめて葉月ちゃんと小春ちゃんだけでも。お姉さんなんて呼び方もうしないでください。え、すいません。やっぱりまだ恨んでますか。すいません、今日は忙しくて。来週は月火木金出勤で、月曜日はいつも暇なので来てくれたらちょっと嬉しい。ちなみに木曜日は3周年記念の2000円引き。もちろん相田さんの都合が良ければの話です。メロン正解。じゃあ来週また。はい、バイバイ。やばい。やからちょっと待ってな。俺から行くよ。すいません。よいしょ。あ、お前うまいな。もうちょいもうちょい。ちくしょ、俺が釣ってやる絶対。もうちょい奥にないの。分かってる。ほら行った。あー惜しい、惜しい。ほほわ、行っちゃうわね。
つってんの。あ、お姉ちゃん。ヒット。お。よしよしよし。オッケー。そこゆっくりな。ゆっくり。どうせまた学校抜け出して寝てたんしょ。留年したらお母ちゃん悲しむからね。さっき計算してる。ならいいけど。もうその靴捨てたら？やだ。履きやすいね。お乳触んないの。あんまな。当たり前でしょ。お乳触んないの。転ぶ転ぶ。大事な話があるから本日6時に集合せよってやつ。大事な話って何？だからそれを聞きに。もうバイト早上がりしたのにつまんない話だったら絶対にお金踏んで食ってやる。なんだろう大事な話って。分かった、再婚だ。じゃあ何？本当の姉妹じゃないとか。うちはお母ちゃんにだから。うちとお母ちゃん O 型だけど小春だけ B 型だ。え、父親は何型？お父さん知らないよ、あの人のことなんて。あらべこの子供たち待たせるなんて虐待だ、虐待。ちょっと開けて、開けてよ。はいはい、ありがとうございました。遅い。もう謝ったじゃない。ちょっとこれ持って。あ、寿司だ。いい話。何この荷物。お母ちゃん、お寿司食べよう。そうだ、お味噌汁だけ作っちゃおうか。はずき、お鍋にお湯沸かして。はーい。小春、外からネギ取ってきて。はーい。ねえ、出汁って何杯？脱いだら洗濯機。小さじ2杯。はーい。何本？うち、秋には一人暮らしするって決めたから。何言ってんの。自由になりたいんだよね、そろそろ。まあでも十分自由でしょう。自由っていうのは一人で掴むものなの。家賃も生活費も一人でできるんだったらお好きにどうぞ。うちがやってきて。
ちゃんとお金貯めてる。どうせしょっちゅう帰ってくる。ダメ、うちのマグロ先取った。ちょっとやめなさいよ、ね、言われ小春、さっきからマグロばっかり食べてるでしょ。あんたがカッパ巻き食べてるとこ生まれてから一度も見たことないんですけど。カッパも食べて。嘘、見張ってたもん。マグロと鉄火とネギトロばっかり食べてました。お母ちゃん、まあいいじゃない、小春はマグロが一番好きなんだから。なんで小春ばっかりひいきすんの。カッパ、ああちょっと噛むな。あんたみたいにマグロばっかり食べる人がいるから乱獲でマグロが減るの。そういう人はいつか絶対マグロのしっぺ返しに会うんだから。マグロのしっぺ返し全然怖くないもんね。いい加減にしなさい。なんでうちお寿司食べるっていつもそうやって喧嘩になんの。お父さん死ぬんだって。こっからはお母ちゃん仕分けします。いくらも一つしかないね。欲しい人、うん、じゃあいくらお母ちゃん。本当なの。3日前哲司さんから電話があったの。半年前に巻き蚊が見つかってもうダメなんだって。あ、哲司さんってお父さんの弟ね。そうだ、あんたたち明日お休みでしょ。ついでだから会いに行ってくれば。え、やだよそんなの。女の人作って出てた人でしょ。うちらには関係ない。タコいらない。小春タコは。私も行かない。じゃあタコも母ちゃん。自分の嫌なことうちらに押し付けないで。お母ちゃんが行けばいい。私はダメよ、明日も仕事あるもん。あんな仕事休めるでしょ。あんなって言わないの、プライド持ってやってんだから。とにかく明日二人で行って最後のお別れしてくること、それでいいね。ウニはお母ちゃんでさ。ついでにお母ちゃんのお使い頼まれてくれるかな。お使い、これでお父さんの顔を取ってきてほしいんだ。え、見たいの。お母ちゃん、あの人がどんな顔して死んでいくのか見て。どうするの。笑ってやんの、ざまあみろ。二人ともとっても素敵。なんかお母ちゃん七五三思い出しちゃった。もう二十歳なんですけど。17なんですけど。あ、電車の時間書いといたから乗り継ぎ間違っちゃダメよ。向こうの駅に着いたらタクシーに乗って町立記念病院って言いなさい。それで病室わからないから受付でお父さんの名前。わかってる、東村正孝でしょ。バーカ、お父さんの名字は西森。だからって言う。これおにぎり作っといた、一人二つずつ入ってる。いいよ、ピクニックじゃないんだから。 あとこれ持ってってくれる。そんなん持ってくの。向こうの人に会ったらちゃんとご挨拶してね。あ、写真撮っとこうか、せっかくそんな格好してんだしね。並んで、ちょっと乗って。あ、いい感じだね。はい、行きますよ。はい、チーズ。いいじゃない。
じゃあ二人とも元気で楽しく行ってらっしゃい。乗り継ぎ間違えないでよ。じゃあね。ほんと自分勝手なんだからあの人は。何これ。え、お母ちゃんの見栄とプライド。行くよ。考えてんのか言ってみ。いつまでいたのお父さん。うちが小学校1年の夏。覚えてないよね。なんとなく覚えてるよ。泣き顔とか。泣き顔。うちが小学校入ってすぐの時、どうしてもチョコの匂いのする消しゴムが欲しくて万引きしたの。そしたらお父さんにバレて思いっきり叩かれたけど、その後お父さんうちの頭ずっと撫でながら泣いてたんだよね。もう二度と万引きしないって思った。教えてもらったんだお父さんに。そういうことなのかな。あれ以来万引きしないし。小春は？ちょこっと。家に全然差しなかった。お母ちゃん全部焼いちゃったかんね。知ってる？あの二人って高一の時からずっと付き合ってて結婚したんだって。だからって一度の浮気も許せないお母ちゃんの器もどうかとは思うけど。慰謝料とかは？そんなお金一切いりませんって。単価切って放棄したんだって。お母ちゃんって今でも恨んでるのかな。出てきた。次に撮影モードをシーンと目的に合わせて選択してください。シーンと目的って何？シーンは病室、目的は死にかけのお父さんを撮る。そんなモードあんの？ないよバカ。バカって言うの。してない。
分？10時着だからあと15分。お父さん、うちらのこと見てなんて言うかな。小春、もうちょい可愛い格好してきた方が良かったんじゃないの？何しに行くの？何しに行って、お前でしょ。さよなら言いに。分かってるよ、そんなこと。はーい、はい、ごめん、最近全然注文してくれないから切らせないか心配で。あ、これ新潟のブランド米で美味しいから食べてもらおう。冷たくするんですか。元気出して。バスがあるでしょ。通り見てくる。あ、校長。もしもし。うん、今駅着いたとこ。もうタクシーなんて一台もいない。そんなの。うん、じゃあ、え、10分後病院行きのバスあった。バスあった。うるさい。父さん、昨日の朝死んだの。今日お
お葬式だって。小春、お母ちゃん電話の最後にごめんなさいって言った。触った。10回も触ったら。うん。じゃあもう一回触って。やだ、落っこちるといけないじゃん。届かない、ほら。もう一回。雨粒の音を数えてください。いっぱい。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。爪噛んじゃダメ。悲しんだ方がいいの？世間一般には父親が死んだんだから。嘘でも？わかんないよ、そんなの。お葬式の挨拶って？この度はご愁傷様だと思う。この度はご愁傷様、この度はご愁傷様、この度はご愁傷様。写真撮った方がいいのかな。痛いよ。お母ちゃん、冷たくなったお父さんでも見たいのかな。葉月ちゃんと小春ちゃん。はい、迎えに来ました。あの、この度はご愁傷様です。これお供えに。どうぞ。ありがとう。あの、よかったらこれもどうぞ。あ、僕炭酸飲めないんです。あ、お見舞い。うわ、なんで外さなかったの。あの、僕、西森千尋、西森正孝の息子です。嘘。着いてから渡せば。大丈夫です。あ、やっぱり持つよ。平気です。あ、よし、じゃあ二人で持とう。電信柱5本ごとに交代でさ。すいません。左。電信柱さん。
将棋部です。大丈夫、ルールは守る姉妹だから。でも本当に重いな。お父さん何の病気だったのかな。肺がタバコ大好きだったから。でもびっくりしたな、弟いるなんて全然知らなかったから。僕も半月前父ちゃんから。嫌じゃなかった？そこ曲がったとこ、あとは僕が持つ。うん。姉ちゃんって呼んでもらう？私はいい。月ちゃん、小春ちゃん、あれ立派なお嬢さんになって。哲司のお兄ちゃん覚えてない？昔はあれよ、もうちょいシュッとしてたよ、シュッとあ、すいません、こんな服で着てしまって。お姉さんから事情は聞いてる、急なことだったから気にしないでいい。それより今日二人がこの場に来てくれたことが俺は何より嬉しい。うん、ちょっと手伝って。あれは嫁の美和子、今お腹に二人入ってる。普段はあれよ、もうちょいシュッとしてるよ、シュッとあの、この度はご愁傷様で。ご愁傷様で。いいいい、そんな堅い挨拶。とにかく上がって、ばあちゃんも中にいるから。こっちが小春ちゃんね。はい、小春です、はい、こっちが葉月ちゃんね。はい、葉月です。よう来てくれました。ほんま二人にはかわいそうな思いをさせてしもうてつらかったね。何もしてやれんだったばあちゃんを堪忍してね。母ちゃん、母ちゃん、続きは後でな、うん、な、あとあと会ってやってくれるか兄貴に。兄貴、べっぴんさん見て驚くなよ。見てやってください、兄貴の顔。うちの顔ちょっとお父さんにかも。板に足して気持ち悪い。してないよ。分かんなかったか。別にいい。お寺さん来たからあと20分ぐらいで。うん、ありがとう。それ父ちゃんと同じタバコ。へえ、同じなんだ。あの千尋くん、お父さんってどんな人？どんな人？ち
ちょっと頑固の人。あとは？あとはそんなに喋る人じゃなくて、けど時々笑顔で。あとは？あとはマグロ。マグロが大好きで、いつもマグロ食べてた。千尋くん、あの電源とかって借りれるかな。はい、ちょっとだけ見て。電源こっちです。本当に急な話ですいません。はい、軽い風邪だと思うんで明日には出勤できると思います。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。10分ほどで最後のお別れの準備が整いますので、親族近親者の皆様は中にお集まりください。お疲れ様でした。はあ、もう今日ってなんでこんなに長いの。5分で飽きちゃった。千尋くんのお母さんいた？父さん奪った人？おじさん。どうした、葉月ちゃん。あの、千尋くんのお母さんって。ああ、浅見さん。浅見さんは7年前に家を出たんだよ。離婚？いや、もう手続きしようにもどこにいんのか。まあ、いろいろあったんだよ、いろいろ。男の人だ。お姉ちゃん、ごめん、今日はそのことは聞かないで。兄貴の最後の日だし、うん、あ、あ、あ、うん、いいよ、私らでやるから。どうしたんですか？千尋がね、お茶こぼしちゃったのよ。あ、大変。皆さんのお洋服大丈夫だったかしら？大丈夫？ちょっとタバコ吸ってくる。あの、今ちょっとお話いいかしら？お母様は再婚されたんでしょ？いえ。うちの人はお人よしで言えないと思うから。最初にはっきり言っとくけど、遺産なんてこのうちぐらいしかないからね。だからもし分割相続するようなことになったら、このうち売らなきゃいけなくなるの。正直、正隆さんとあなたたちはもうダメだったわけで、かわいそうだとは思うけど、今さら娘ですって顔されてもわかるよね。遺産の話をしに来たんでしょ？違うの？はい。じゃあ
何しに？何しにって父にお別れを。ごめんなさい。おかしいですか？捨てられた子供が父親の葬式に来ちゃ。いやいや、そんなことは私てっきり。そんなお金一切いりません。父の遺産を全て放棄します。いいよね小春。うん、言っときますけど、うちの母は金融関係のエリートですから。そう、じゃあ悪いけど今日は念のために一筆書いてくれる？そしたらお姉ちゃんの方もその横に。行こう小春。金融関係のエリート。嘘じゃないもん。嘘じゃ。春、いいよ思ってること言って。お父さんは私たちのこと。そんなのいろいろ思ってくれたに決まってんじゃん。はい、次。お母ちゃんみたいだった。お母ちゃん、うん、そんなお金一切いりませんと。あ、本当だ。お母ちゃんも多分あんな風に短歌切って、うん、よし。こうなったら姉ちゃん正々堂々とトアップで撮ってやるから。だってうちらはあの人の娘なんだもん。行くよ。待って。何？もうあの子たちバカなんだから。
タバコ。俺が全部悪いんだから。俺が引き取ってもいいんだぞ。そうすればお前もこれから自由に。一つだけ、二人が大人になって、もし俺に会ってもいいと思える時が来たら、会える約束が欲しい。頼む。遅れますけど、今日出勤します。あ、なんかすっかり良くなっちゃって。家のこと？それは大丈夫です。うちは私なんていなくても子供たちが。本当すいません。失礼します。兄貴、ご苦労様。後のことは心配しないでいいから。またな、兄貴。ありがとうな、千尋。ありがとう。
二人は表のタクシーに乗って。もう私たちは。何言ってんの、最後まで送ってやって。帰ります。まあそう言わないでね。やっぱりまだ恨んでるか。分かってるよ、俺にだって恨まれて当然のこと兄貴はしたんだから。でも最後ぐらい、最後ぐらいいいだろ。嘘でもいいから家族のふりして送ってやって。姉ちゃん、もういい、あとはうちらでやるから。悪かったら遠いとこ来てもらってありがとう。次郎、行くぞ。次郎、言いたいことあんなら言いなさいよ。あんた昔からいつもそう、聞いてもらえるまで待つ、そのやり方本当にイライラする。うるさい、何でもかんでも言っちゃう無神経なお姉ちゃんの方がムカムカする。あ、何が悪いの。言いたいこと言わないとお腹痛くなるでしょうが。じゃあなんでさっきは言ってくれなかったの。恨んでなんかないもん。お母ちゃんがそんな風に絶対に育てなかったって、そう言ってほしかったのに。このままじゃずっと父親のこと恨んでる惨めな子供だもん。お母ちゃんきっとそれが嫌で、なのに私たち何もできなかった。お母ちゃんにちゃんと育ててもらったのに。お姉ちゃん、ごめん。行こう、火葬場まだ間に合う。小春走れる？それは大変だ。
から早く。おい。ちょっと待った、戻して、兄貴返して。はい、いやほら、子供たちが来たから早く戻して。無理言わんでくださいよ。無理じゃねえよ、早く戻せよ。あなた、葉月ちゃん、小春ちゃん、ちょっと待っててね、すぐに取り返すから。早く戻して。戻せないって、もう燃えてるから。じゃあ消火器持ってこいよ、消火器。お前、消火器持ってこい。何言ってんだお前、俺の仕事。お前、失敗してんのか。うるせえ、兄貴。兄貴、じゃあ待つじゃないですか。今だよ。大丈夫、焦げたお父さんなんて見たくない。ないかな。大丈夫、もう感じてないから。全部燃えてなくなっちゃわないかな。大丈夫、絶妙の火加減で焼いてくれてるから。父さん可愛がってくれた？うん、たくさん可愛がってくれた。多分二人分。そっか。ちょっと待って。はい、使うね。ここから。うん、はい、はい、話して。はいよ、次これ。はい、チーズ。ねえ、2人だから、2人。2人なんですってね。2人びっくりよ。小春って結構大胆だよね。あそこではいチーズなんて言えないよ、普通。だってお母ちゃんもちゃんとお別れを。骨になっちゃったけど。やっぱり姉妹だね。うちも同じ。ほれ、え、お姉ちゃん、お父さん万引きしたの？うん、人生二度目の万引きしちゃった。今日はありがとね。あの、お姉さんに言っといてくれないかな。もしよかったらいつでも兄貴の墓参りに来てくださいって。はい、言っておきます。おばさん、僕駅まで。これからのことは決まってるの？しばらくはおばあちゃんと二人、来月にはおじさんたちが家に引っ越してくる。そっか、ちょっと大変だ。お、まんじゅう。あれ、なんでそんなところにまんじゅうが落ちてんの？小春、やめてよお姉ちゃん。どうすんのそれ？持って帰って隣の犬にあげる。犬？犬。犬がいるの？うん。へえ、何犬？柴犬。
と5分で電車来る。もうここには来ない？うん、もう来ることはないかな。大丈夫？大丈夫です。それじゃあ、ちょっと待って。もしどうしてもしんどくなったら、どうしても耐えられなくなったら連絡して。その時はお姉ちゃんたちが千尋の逃げ道になってあげる。小学校の時、あのお母ちゃんを友達に見られるのがすごく恥ずかしかった、一度不思議に思って聞いたの。何を？なんでお母ちゃんは宝くじを売ってるのに自分では買わないの？なんて答えた？夢を買うより米を買うって格好いいよ。格好いいね。いつもどうもありがとうございました。次の方。な、見つかった。あ、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。すいません。ちょっとお待ちください。ごめんなさい。すいません。くれたらよかったのに。何その格好。そんな不幸そうな人から絶対宝くじ買いたくないんですけど。あら、そう？お買いに来た。ダメよ、お母ちゃんまだあと40分くらい出れないの。じゃあ河原で待ってる。あの昔いつもよく遊んでたとこ。うん、わかった。終わったら走ってくね。あ、ねえ、ん？母ちゃんってエリートだよね。当たり前じゃない。常に県内売上ベスト5に入る。エリート販売員とは私のことです。じゃあね。すいません。はい、わっしゃー。飛ぶね。座って。お待たせしました。よいしょ。
ちゃんとお別れした？うん、した。よかった。お母ちゃんは？お母ちゃんはちゃんとお別れしなくていいの？お母ちゃんはしたもん、14年前に。嘘。じゃあお父さんの写真見なくていいんだ。え？撮ってきたの？うん、1枚だけ。でも全然面影ないよ。お父さんって絶対わかんないけど。見たい？見たい。ごめん、これしか取れなかった。多分右手のどっか。邪魔になって笑ってやろうと思ったのに。これじゃ笑えないじゃん。こんなにちっちゃくなったのに。あの人の匂いがする。触んない。二人ともさ、新しいブラジャー買ってあげるよ。レースのやつがいいな。赤がいい。ダメよ、実用的なやつじゃないと。おじさんがね、いつでもお墓参りに来てくださいって。ねえ、これお母ちゃんにくれる？うん、あげる。お母ちゃんの好きにしていい？うん、いいよ。お父さん、なんて魚に食べられちめ。ああ、すっきりした。これで向こうにお墓参り行かなくてもここで間に合うでしょ。さあ、よし、ごちそう食べに行くよ。ちょっと待って、早いよ。リュック忘れた。バカだな。もうやめなさい。ほら、はい、急がせる。早く。あ、お父さん。え？あ、お父さん浮くんだ。何今の。